は静岡県浜松市西区の東名高速道路上にあるインターチェンジ国内最初の追加インターチェンジである東京静岡方面から奥浜名湖方面へ向かう場合は三日日インターチェンジよりもこのインターで降りた方が便利な場合がある浜松西インター駐車場は浜松西インターチェンジの北側道西区湖東町5671に位置する 交通ターミナルである。炎鉄グループの交通ターミナルとなっており、バスターミナルとタクシーターミナル、そしてバス利用者向け駐車場として機能している。現在は、遠州鉄道と炎鉄タクシーの2社の拠点の一つとなっているが、以前は合併して消滅した浜松観光バスの拠点でもあった上、同じく合併消滅した炎鉄交通も乗り入れていた。 具体的には、遠州鉄道の中部国際空港行き空港リムジンバス、E ウィング、大阪駅、USJ 行き高速バス、大阪 E ライナー、浜松エクスプレス、大阪号が発着するほか、同社グループの貸切バスツアー、バンビツアーのバスターミナルともなっている。また、E ウィングの縦山ジオン線域行きのシャトル便の接続もここで行う。 ただし、一般路線バスの乗り入れは行われておらず、最寄りの炎鉄バス停留所は41高台線の浜松西インター東バス停である。パークライドに対応したバスターミナルとしては、炎鉄最大規模を誇る。同バスターミナル内には、炎鉄グループである浜松観光バスの西インター、営業所が立地していたが、同社が遠州鉄道に合併するより、 前の2012年3月31日いっぱいで廃止され、跡地は、エ鉄タクシー、浜松西営業所となっている。概要割りし日は、同社の貸切バスの営業所として、主に、バンビツアーの運行に携わっていた。遠隔浜松観光バス西インター営業所跡地には、同じく、エ鉄グループである、エ鉄タクシーの浜松西営業所が3年後に、移設された。 概要元々は、煙鉄ストアフードワンサナルダイ店から南東へ、徒歩1分の中区サナルダイ4-9-17に、一致していた。遠隔透明三日日浜松西インターチェンジ、駐車場ホンダ県透明三日日浜松西、インターチェンジ駐車場透明浜松北浜松西、インターチェンジ駐車場浜名湖、パルパル透明館、山寺浜松西インターチェンジ駐車場、 本田技研 AB 縁鉄タクシーの変遷。ありがとうございます。